世界中のお客様、今日は俺の意見をゆっくり聞いていただこうかな。お、今日、今から言うんですか？答えは出しちゃうんですか？時間がかかるかもしれないんで、申し訳ないけど、高木には先に帰っていただきました。神様、いぶしこうたが提唱した2本のベルトを1本に統一するというプラン、2本のベルトが統一された場合、インターコンチネンタル王座はもちろん IWGP ヘビー級王座の歴史にも終止符が打たれることでしょう。統一、つまり2本の王座が1本になる、この新しい試み、俺はいいと思いますよ。いくつもいいことはあると思うよ。でも IWGP ヘビー級王座に憧れを抱き、 IWGP ヘビー級王座を目指して新日本プロレスに入って、そして歩み続けた男の意見としては、ちょっと神様の意見には賛成できないかな。いろいろと勘違いされている方が多いんでね、ここではっきりと言っておきますよ。俺は一度たりとも統一したいなんて言葉を使ったことはないから。そもそも防衛戦でさえ特別な機会以外は別々に防衛戦を行いたいと言ったわけで、ただ残念ながら俺の意見が採用されることはなかった。次の大阪城ホール大会、ベルト統一を阻止するために俺は全力でいぶしこうたの目の前に立ちたいと思います。いぶしこうたが勝利してベルトを統一するのか、それとも内藤哲也が勝利してベルト統一を阻止するのか、皆様、大阪城ホール大会までトランキーだ。あっせんなよ。皆様、最後までご清聴ありがとうございました。ではでは、新日本プロレス後楽園ホール大会4連戦2日目、最後の締めはもちろん武士真田広武高木いい内藤ノンストップロースロースインゴベルナースデーハーボー。目覚まさなきゃ、目覚まさなきゃ、気が入るか、マジだけど、まだまだ俺の力、誰の目か俺にもっと強い刺激をくれ。目が覚めやし、打ち消しても
言っているのか本当にわからなくて、本当に教えてほしい。インターコンチを守りたいのか、壊したいのか、なぜ壊したいのか。僕は二つとも守りたい。なぜインターコンチだけをかけて、なぜインターコンチを取って壊したいのかを聞きたいんです。だったら二つ取って一つ手放せばいい話じゃないですか。僕は二つとも守りたい、本当に。だからこれを一つにしたい。永田裕二、俺はああいう熱苦しいおっさん大好物なんだよ。いい刺激もらったな大先輩から。ああ俺はよ、実はよ、何を隠そう山梨県の観光大使やってんだ。ああだから実はもう一人、まあ、プロレスラーで山梨県の観光大使やってるやつがいるんだよな。堀岡、キャリアも年も20年目だけど、そのおっさんがなんだか最近他団体をトップのベルト取ったらしいぞ。おい永田裕二、まだまだ吹け込むには早いよな。おい俺お前見てると喧嘩してんだよ、遊びてんだよ。また明日か明後日当たるな大先輩。ミスター IWG と言われたんだろ。おいちょっと俺もそれをもっと体感したいから楽しみにしてるぜ。ミラノコレクションはカメラを構えるのが遅すぎるよ。早くしないとさ、時間がないんだよ。俺ももうちょっと写真を撮るなら早く手際よく作業していただきたいよね。ねえミラノコレクション AT 選手、今リング上で言ったことが俺の日本のベルトを一本に統一するというプランに対しての俺の最大の反対意見。ただベルトをどう扱おうがそれはチャンピオンの自由だし、何を提案しようがそれはチャンピオンの自由。まあ今回の件に関しては会社の新日本プロレスの了承が必要なことなのかもしれないけど、イブシが何を主張しようがそれはチャンピオンだからね、彼の自由だと思いますよ。それから昨日のバックステージコメント読んでいただけました？ちゃんと一字一句読んでいただけました？昨日最後の方に言った、俺がインターコンチネンタル王座を選んだ最大の理由、それはこのタイミングじゃないかな。しかるべきタイミングが訪れたとき、俺ははっきりと言いますよ。まあ残念ながら今回俺が大阪城ホール大会でインターコンチネンタル王座を取ったとしても、そのしかるべきタイミングっていうのは残念ながら訪れないかもしれないけどね。さあここまでで何だと思う？なんだろうな、いろいろ考えるでしょ。その時間をぜひ楽しんでください。答えはもちろんトランキーロー、あっせんなよ。じゃあまた明日もここ後楽園ホールでお会いしましょう。アディオスミラノラピドラピドカブロン。